少年院は保護処分の執行を受ける者及び少年院において、懲役または禁錮の刑の執行を受けることとされた者を収容するための施設、法務省強制局が管轄する。保護処分の流れ少年院の在院者には、保護処分在院者と受刑在院者がある。保護処分在院者とは、少年法上の保護処分の執行を受けるため、少年院に収容されている者を言う。 受刑在院者とは、少年法第56条第3項の規定により、懲役もしくは禁錮の刑の執行を受けるため、少年院に収容されている者または、国際受刑者移送法第16条第1項各号の強助刑の執行を受けるため少年院に収容されている者を言う。前者は、懲役や禁錮の言い渡しを受けた16歳に見たない者のうち、 少年院での強制教育が有効と認められたものであり、16歳に達するまで収容することができる。少年院装置の処分は、警察や裁判所に前歴が残るだけで前科にはならない。素行不良の幼少者を収容し、従来の生活環境から切り離して、教育を施す施設としては、少年院以外にも児童自立支援施設があるが、児童自立支援施設は、 家庭裁判所の保護処分以外にも、知事や児童相談所長といった児童福祉機関による児童福祉法上の措置として入所する場合がある点で、異なる。家庭裁判所がいずれの施設に入院、所させるかを判断する際には、その少年に対する教育効果を上げるためには、規律ある生活を送らせるのが良いのか、家庭的な雰囲気で成長を促進させるのが、 良いのかという視点が重要とされており、全社に該当する場合、少年院への入院が選択される。年少の統合で故障されることもある。法務省によると、2018年に少年院に入った2108人の学歴は、中学在学7.5%、中学卒業25.3%、高校在学17.8%、高校中退40.9%、 高校卒業5.5%、その他2.9%で、少年院を出た2156人のうち295人が、進学や復学を希望しても行き先が決まらなかった。京都医療少年院2015年6月施行の、現行少年院法第4条第1項は、次の4種類に区分すると規定している。性別により分離するとされているが、 旧法と異なり施設そのものの分離は規定していない。また適当と認めるときは、居室外に限り分離しないようになっている。旧法では、下記のように、初等、中等、特別及び医療都市、初等と中等は16歳という年齢での区分になっているが、16歳で一律区分することは合理性がないことから統合し、第一種とした。特別は、 犯罪傾向の進んだ者が収容されていたが、特別の語が他者からも自らもスティグマを与える結果となっていることから、名称を第二種少年院に変更した。また第四種は従前悪い別としては存在していなかった。個々の少年院の種類は、少年院法第四条第二項により、法務大臣は各少年院について、1または2以上の全項覚号に掲げる。 少年院の種類を指定する。となっており、具体的には少年院種類表により指定されている。2015年5月までの旧少年院法では、少年院は次の4種類とされていた。医療少年院を除けば、それぞれに男子と女子に別々の施設が設けられる。女子を収容する少年院は正式名称ではないが女子少年院とも呼ばれ、名古屋共生観光を除く。 全共生管区内に少なくとも一箇所ずつ置かれている。法務教官による教科指導社会貢献活動少年院は、収容者に強制教育を授ける。少年院の強制教育は、在院者を社会生活に適応させるため、生活指導、教科、職業歩道適当な訓練、医療を授けるものとされている。そのため、少年刑務所などとは定義が全く異なる。 担当のスタッフは法務教官または法務議官である。少年院の処遇過程には特殊短期処遇一般短期処遇長期処遇超長期処遇があり、これらの処遇過程の振り分けは短期処遇については家庭裁判所の処遇勧告に従うのが原則とされ、長期処遇については比較的長期や相当長期などの勧告を尊重することとされる。 少年院の中でも、特に一般短期処遇や特殊短期処遇のものを収容する施設や女子少年院では、例えば学院、学園、女子学園などのように、在院者が社会復帰後、履歴書に在院歴を記載してもことさらに目立たないような配慮がなされている。職業訓練を実施する少年院には、技能訓練所という別称があり、 資格証明書などを発行する際に用いられている。中止説明が一時下がっているのは、文院でありその上の施設の上の欄にあるのはその、本因になる。柿は、女子収容施設。ありがとうございます。